本気笑顔ポジティブ気合いオンラインでちゃんようこそ。はい、ということで今日は友人インタビュー第3弾です。イエーイ。じゃあ早速友達に自己紹介してもらいたいと思います。お願いします。自己紹介します。総合人間科学部社会福祉学科ぶーちゃんです。ぶーちゃんです。ということで、ね、いろいろ質問していきたいと思います。それではレッツゴー。早速質問をしていきたいと思います。お願いします。社服の雰囲気とかどんな人が多いとかってあります？こんな人が多いですか？伝わらない。のほほんとしてるみたいな。本当に平和、もう平和っていうのがもうぴったりな学部ですね。いいかな、うん、素敵ね。なんか本当にのほほんとしてマイペースな人がめっちゃ多い。なんか外衛とかってさ、結構わかる、ウェーみたいなパニックのイメージあるじゃん。それとはじゃあ真逆みたいなイメージ。そうだね。学科の教授に言われるのは、なんかパリピになろうとしてなりきれない、こんな感じの人です、ね。大事な人なのね。平和で楽しく、何も派閥とかがない。派閥はないか、普通。なんかすごい、もうみんな仲良くて、みんな顔見知り、学部の人数が少ないので、みんな楽しくやってます。いいと思います。素敵ね。でも確かに、私この子以外にももう一人社服の友達がいるんですけど、その子も確かにすっごい女の子らしい感じの優しい子なんですよ。あ、優しい、うん、めっちゃ優しい子だよね。共通の友達なんですけど、うん、めっちゃ優しい子なんで、まあそういう感じなのかなっていうふうには思います。そういえばさ、社服ってさ、今年ミスじゃない？え、そう、今年ミスだよね。今日、今年グランプリだった気がする、ミスの。え、グランプリ？あ、そうそうそう、マジマジ、ありがとうございます。とても美女が多いね。社服のもう一番のもう素晴らしいところは美女が多いから、もう授業に行ったらもう美女をたくさん見れる。美女館ね。じゃああれじゃない、社服美女図鑑作った方がいいレベル。あ、そうそうそう、マジマジ、そう、本当に美女が多いから、授業一緒に聞くだけでもう癒し、癒しだし。え、とかさ、え、だってさ、美女なんでしょ？で、さらに福祉をやりたいんでしょ？そう、なんか女神じゃん。そう。本当に多い、本当に多い。だって本当に授業に来てほしいくらい多い。え、社福祉とかさ、男子少なめ？そう、男子少なめ。何対何ぐらい？え、今私が65人くらい私の学年いるけど、うん、男子10人くらいな気がする。12、3人かな、くらい。おいおい、聞いたか、おい、そこの男子行った方がいいぞ。だって、え、5対1くらいでしょ。そうだね、5対1で、しかもこの5が美女なんでしょ。そうそう、やばいじゃん。やばい、もう本当にもうこれだけは、もう男子の方だよ、男子の方、男子行った方がいい。え、とりあえず受けるだけ受けといた方がいいと思う。社服は美女が多いです。え、なんか社服、うん、なんか社会福祉ってことは、うん、福祉系を勉強するってこと？児童福祉、身体障害、知的障害、精神障害、あと高齢者福祉、あと社会福祉の政策系の6個を学んでます。へえ、それはなんか全員がその6個を学ぶのか、それともなんか自分の好きなのを選んでどれか1個を学ぶとかの感じなのか。なんかもう基礎として、なんかとりあえず網羅は1回するで、なんか政策系を学びたい人と、あとなんだろう、福祉のもう実践みたいな、例えばなんだろう、面接するときにどんな風に面接するのがいいのかみたいな、そういうなんか会話とかコミュニケーション力を上げるみたいな授業の2つに分かれてて、まあ、どっちかを選択する感じ。分野はもう全部学べます。福祉でも、じゃあ本当に名前通りな感じなのね。そうそうそう、名前通りな感じなのね。もともとやっぱり福祉ってちょっとさ、学業とはちょっとさ、うん、違う感じのちょっと特殊なジャンルではあるじゃん、正直、うん、確かに。だからそれってもともと、じゃあ 社服に入った理由も、例えばもともと将来にそういう福祉系の仕事に興味があったとか、そういうこと？私は違う、私は受験で受かったから。正直、正直でよろしい。人間系の学問をしたかったから、まあ心理とか社会福祉とか社会学科とかやって、まあ社会福祉が受かったから私は社会福祉に行ったけど、多分8割くらいは、なんか8割は言い過ぎか、だから結構な人数推薦で入るから。そうなんだ。推薦の子たちはもう社会福祉が勉強したくて来た感じ、社会福祉に入るから。
もともと福祉に興味がある子が多いかな。そうなんだね、うん、すごい。今だ介護職足りないから期待の星になっちゃう。期待の星、期待の星だよね、みんなね。ちなみにぶーちゃんはその制作系と実践系どっちをやってる？あ、私は実践系をやってる。私本当は制作系がやりたかったんだけど、実習に行ったので、うん、実習は実践系をやる方が、うん、単位が取りやすい。まあ、まあ、そうね、イメージはそうね、うん、だから実践系に行きました。ってことは、実践ってか何、体験に行ったってことは実際何、介護施設とかに行って何かしたってこと？実習は、私は区役所に行きました。区役所に行くの、はい、割と珍しいタイプで、他の子は何だろう、普通に児童相談所とか特別養護老人施設かな、うん、とか、まあ、なんかそういうところ、うん、もうメインの福祉って感じのところに行く人が多いけど、私みたいになんか行きたいですって言えば病院に行った人もいるし、私みたいに区役所に行った人もあと2人くらいいたかな。へー、結構まあまあ、でも確かそうよね、区役所ってそれこそね、市民全員対象にしてるからね、うん、そういう知識は必要ってなるね。はいはいはい。その別の友達からなんかもう1年生だっけ2年生だっけもうすごい低い学年からゼミに入んなきゃいけないみたいな話を聞いた。そうそうそう、外国学部はさ3年からだし、しかも全員必須じゃないから、うん、あ、そうなの。そう、ゼミ入らなくても卒業できるから、本当に入りたい人だけ入ればいいスタンスなんだけど、なんかしかもだって1年生から必修だっけ、早くないのか。うん、ちょっと早い。2年生の秋学期から必修で、みんな受けないといけない。そう、それは卒論も含めて。卒論は論文となんかレポートで選べるから、まあ、やんなくてもやっても。あ、卒論は長くてレポートはちょっと短い。そうそうそう、うん、うん、千字くらい。確か千字くらい。これ思ったより短かった。あ、なるほどね。全級とかって作りやすい？全級は取りたい人は結構取ってる。でもまあ全級は取れて1日かな、1年生の時は。今は全休3日ある。3日ですね。週に2回しか行ってないの？あ、間違えた、2日だじゃん、ごめん。あ、待って、あ、土曜日も入れれば3日か。そう、土曜日も入れれば3日。あ、そかそかそか、ごめんごめんごめん、間違えた。そう、上智はね、土曜日に授業が基本的にないんですよ。歩行、歩行くらいだよね、うんうん、歩行以外ないんで、そう、土曜日休みたい人みんな来た方がいいと思います。来てね。ちなみにごめん、私さ、上智生のくせに分かってないんだけど、なんだっけ、総合人間学部で、うん、福祉、社福と、あと何学科があるの？総合人間科学部は、社福、心理学部、教育学部、看護学科、社会学科の5個。あ、じゃあ、そういうことか。なんかさ、心理学科とかさ、普通に聞いたことあるけどさ、うん、どこの学部なんだろうと思ってたけど、うん、それが単純にその総合人間科学部にこうまとまれ、そうそう、まとまってただけ。そうそうそう、もう総合人間科学部 の、 あのエースは心理学科で、あ、心理学科だね。心理学科のあるところっていうと大体、ああそうなんだって。でもね、大丈夫、イスパもマイナーだから、なんか時々いるの、上智で、うん、なんか上智で、なんか何、なんかイスパ、イスパニア語って名前かっこいいから受けたらスペイン語だって知らなかったみたいな。いや、スペイン語ですみたいな。そう、そういう、ちょっとそういう人もいるから、なるほどね、大丈夫。気になってる方いると思うんですけど、ここはサークルつながりです。そうです、サークルつながりです。それこそさ、同じ学部の人とかだったらさ、かろうじてさ、うん、友達になりやすいけど、うんうんうん、多分外国学部と社服は、うん、そう、サークルとかじゃないとほとんど関わりは正直ない。間違いない、間違いなくない。本当サークル入るとね、うん、本当学部間がね、うん、交流ができるからとても素晴らしいです。とても素晴らしいと思います。なんかお姉さんとか先生とかの雰囲気あったと思うんですけど、多分またね、新しいジャンルの方が来てくれて、だから上智も本当にいろんなジャンルの人がいて、みんな仲良しなんでっていうのはどの動画でも言ってるんですけど、言ってるんですけど、仲良しです、仲良しです。だからみんな来てください、来てください、来てください。じゃあ、まあお時間もね、お時間なので、最後にもう何でもいいです、なんかもう見てくれてる人に一言なんかお願いします。何でもいいです。あんまりうまく喋れなかったんですけど、もう一人いるからね、もし機会があれば、
A ちゃんにも A ちゃんにも聞いてくれたらもっと社訓雰囲気が分かると思うのでもしよろしくお願いします。こんなもう一回拙いお話を聞いていただきありがとうございました。わーわーはい、ということで今日はブーちゃんに来てもらいました。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、コメントより高評価、またツイッターよりサブアカウントのフォローもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。